そんな言います？めっちゃ言う。俺にはめっちゃ言ってる。そのワースト3に入ってる名前は全然あげれんねんけども。これやべえなぁ。これちょっとやばいんだよね。これ話しますか。そうですね。これちょっとやべえんだよな。俺ちょっと本当に気まずいんですけど、めっちゃくちゃ今気まずいことがあって、実はですね、まあ、今言いますけど、ガーシーさんですね、ガーシーさんいるじゃないですか。ガーシーさんのサロンが今オープンされました。はい、ガーシーさん YouTube できなくなっちゃったんで、自分のサロンを作って動画配信するぞっつって、サロンオープンしたんですよ。でそこでですね、なんと、僕との対談の、動画が P なしで今流れてるんですよ。 P なしで。だからあのガーシーさんとコラボした動画あると思うんですけど、僕たち編集で一応ね、人を傷つけないようにっていうことで P 全部入れてたんですけど、もう P なしで全部流れちゃってて、誰のこと言ってるか全部ガーシーさんのサロン見ちゃえば分かります。で僕その件で今すごいちょっと怒られてることがあって、で僕たちはその、名前出た人、まあ、誰とは言わあえて言わないんですけど、その名前出た人に対してめちゃくちゃ配慮して P 入れたりとかカットして流してるんですけど、あるですね、大物の、まあ、芸能人の方、名前あの時のガーシーさんにアテンドされてみたという動画の時に出たある、まあ、大物の芸能人の方からめちゃくちゃクレームが今僕たちに入ってまして、その内容は、視聴者はなんとなく推測すれば僕のことだとわかるでしょうと。それを配慮しないで流すのは、リテラシーが低すぎるし配慮が全く足りないみたいなクレームが超来てるんですよ。こっちからするとさ、めちゃくちゃピーして、でめっちゃカットして、でなるべく特定されないようにして話の文脈の中で使わないと変なんで入れたんですけど、すげえクレーム来てめちゃくちゃ今大変なことになってます。でそんな中でピーなしでガーシーさんの方で流しちゃってるもんだから、めちゃくちゃ怒られるんじゃないかなって僕思うんですよね、これね。はい。もうほんと勘弁してほしいわ、これは。こればっかりはほんまに勘弁してほしいんですけど、もうすごい剣幕できましたからね。うん。で、ある共通の知り合いもいる方なんで、しかも結構な大物なんですよ。みんな名前出てたんで、なんとなくわかる人いるのかもしれないけど、まあ言ったら誰でも知ってるような人なんですけど、まあでもさ、そうやってさ、躍起になって言ってくるってことは、ある種事実だからでしょって僕は思っちゃいましたけどね。別に事実じゃないんだったら別に違うって言えばいいし、もう図星だからそういうふうにすごい過剰反応するんじゃないかなって思うし、それ僕じゃなくてガーシーさんに言えばいいんじゃないのって思いましたけどね。うん。なんかさ、こっちに言ってくるの来てもどうしようもないじゃないですか、そんなこと言われても。うん、だからちょっとね、びっくりして、そうそう、ああ、いいコメントが来ましたね。そうそうそう、そうそうそう。手のあれですよ。手のことで。いやもういいんだけどさ。だからまあ僕に言われても困るんでっていう話で、まあなるべく暴露チャンネルにするつもりはないんで、ちょっとそこは考えながら編集と相談してやっていきたいなと思うんですけど、切り抜きさんとかもなんかこう、名指しでね、僕が言ってない人を勝手に推測したり特定して言うのはやめてください。その林由美さんじゃないけど、なんか、全く違う人、うん、この間、林夢ちゃんって人のことを言ってるって誰かが勘違いして、それが噂になって、P 入った人は林夢だみたいになったんですけど、それも全然違うんで、推測とかで勝手に流すのはちょっとやめてほしいなと思いますね。はい。いや、俺に言うなよって話、ガーシーさんに言えよって僕は思いますけどね、正直ね。はい。P なしが流れてしまってるんで、もうそれはもう僕の責任じゃないんで、皆さん、はい。気になる方はサロンで、ガーシーさんのサロンの方で見てもらえればいいと思うんですけど、これはもう僕の責任じゃないし、僕は何も言ってないんで、そこだけはもう勘弁してください。はい。もうガーシーさん勘弁してください、本当に。もう P つけましょう、P。お願いします、ガーシーさん、本当に。いやー、気まずいわ。いや、気まずいね。もうめっちゃ怒られたからね、本当に。びっくりしたからね。うん。ほんと、配慮が足りないって言われてもさ、別に配慮が足りないって言っても知らねえし、直接って話だしね。ちょっと待って待って。今日はこう、サロンで公演が流れてるらしいって。マジかよ。後半戦があるらしいんで。はい。僕はちょっと今海外にいるんで、すいません。対応できませんので、皆さん見たい人は見てもろて、はい。もろて、クレーマーガーシーさんの方にお願いします。僕の方に来られても対応できませんので、お願いいたします。はい。終わった後、やったって女の子絶対言う。男がみんな嘘つく。タレントでも。プライドがあるから。いや、やってないんだけど、やったって嘘つく。やれてなくても。あー。男の方が嘘つく。
え、タレントで、じゃあ家に送り込んで、やれないやつもいる。いるよ、全然いる。そうなんだ。で、女の子が、やった。だいたい俺はストロセックス事情全部知ってるから、うん、それ YouTube でも見てんけど、だから一番人気あったセックスベスト3も言えるし、人気なかったベスト3も言えるわけよ。もう女の子は全部聞いてるから、逐一。な、女の子ってそんなに言いますめっちゃ言う。俺にはめっちゃ言ってる。めっちゃ言うなし、女。飯食いに行ったらみんな言い出すもん。いやもうこの前誰だねほんまチンコちっちゃかったとかもうキスが下手くそやったとかもう手間が痛いとかもうめちゃみんなむちゃくちゃそんなこと女の子が言ってる見たことないですよ。だからもうアテンダーやからそれを言うことによってもうその人にはアテンドせんといてよってことやね。女の子から一生にしてくるから、アテンドをしてくれるって男性さんとか行けば芸能人と会えるみたいな、会えるってことは絶対あるから。でセックス下手くそな人とはやりたくないから、はいはいはい、もうあの人の時は私帰りたくないって。はで、そのワースト3に入ってる名前は全然あげれんねんけども、はい、ベスト3、ワースト3っていうのがあって、はい、俺の中で、はい。まあ、ワースト3に言うのは、この3人がもうワースト3。もう何も言えない。何も言えない。まあ、ピー入れといた方がいいと思うけど。ピー。だからもう、いわゆるベスト3でダントツ1は、と帰った女の子に文句言われたことある。すごっ。本当に。かっこいいって言う。大体ね。さっきワースト3で最後の人そんな遊んでんすか。やばいやんな。ダントツやんな。いつも俺はケツ浮いてるやんな。俺ら血浮き尋常じゃないか。いろいろこの間お世話になったんで。でしょ。はい。うん、これピーで。あの人は結婚すると遊ばへんけど、あの人ほどアテンドが必要な人があるから。あの人は自分で口説かれへんの。だから気に入った。ちょっとガーシー頼むわと、あ、わかりました、ウェスティンホテルね、なんとか言うわけよ、はい、無理やったら断るかったら、あ、じゃあもう一緒に寝るぐらいやったら連れて行って、まあ旬と俺が連れて行ってな、そこでもう下ネタとかいっぱい言って、ちょっと女の子そういう空気にさして、やっとエッチできる空気混ぜた時に、裸にして女の子も裸にして腰を押して、お、押すなよ、もう入ってもうたやんけみたいなぐらいのとこまで持っていかないやん、ね、なまあ、ヘルプ、いやヘルプがもうなんかそんなに介護いりますみたいな感じだから終わった後に絶対とかが、いやもうあいつめっちゃ喜んでたわって言うもんな、何回も行きよったわって言うと、女の子に聞いたらもう最悪やったもうやべえこれ、早かったら手間が気持ちいいって勘違いして、ほんま最低な男みたいな、全然気持ちよくない、行くのも早いしみたいな、もうさんの人とやりたくないみたいな答えがやっぱりいっぱい返ってくるからやばい、おもろいっすね。そういうのを全部俺はもう握ってだから、ほんまに全部言えるわけよ。誰が人気あって誰が下手くそだったかとか、はいはい、誰が大きくて誰がちっちゃかったかって全部聞いてるから、はい、でも男の意見は大体嘘なんよ。男ってみんなプライドあるから、はい、やったって嘘つきよんのやってないの。いやもう何か何回も狭まれたわとか言うけど、いや女から聞いてるってやってないと思いながら、これはいちいち言わへんもん、それはかわいそうやから。じゃあ何て言うんすか、あ、そう、やっぱすごいっすねとか先輩やすごいっすね、言うっすね、お前やばいな、モテすぎやろとか言うけど、そしたらみんな喜びますね。いやもう顔ニヤニヤ笑ってるからめくれると思ってないからでそれがめくれたのが今回のガーシーさん登場なんですよ、ね、登場でもうやばいって状況だっていうかそれはやばいっすね、これ多分芸能界にいる人じゃないと分かんない事情は、やっぱ何となく分かった気がする、それはめくれたらやばいわ